それでは参りましょう。マンデーナイトフットリコ。こんばんは、フットリコです。こんばんは。フットリコは毎週月曜と金曜の22時30分からクラブのニュースやマリサポ内で話題になったトピックスなどマリノス周りのニュース出来事をモデレーター3名によるおしゃべりや解説でお届けしております。はい、はい、マリノスサポーターになったばかりの方からベテランマリサポの方までマリサポみんなで楽しめる番組を目指しています。はい、番組放送の翌日以降には Spotify、Apple Podcast などのポッドキャストサービスやYouTube でのアーカイブ配信も行っていますのでこちらでもお楽しみください。はい、現在アーカイブをお聞きいただいている方はポッドキャストのフォロー、 YouTube のチャンネル登録、いいねもぜひお願いします。お願いします。はい、それではモデレーターの挨拶をしたいと思います。皆さんこんばんは、なりです。よろしくお願いします。お願いします。はい、あきらくんお願いします。はい、風の吹くまま木の吹くまま、今日どこでしょうか。ささらのサポーターあきらです。よろしくお願いします。はい、パンダさんお願いします。はい、おかえりスナイデルドリコパンダです。よろしくお願いします。その話題ね、そうですね、マリノス界隈でも結構ね話題になりましたね、ずいぶんね。マリサポ界隈でもスナイデルさんの、マリサポ界隈っていうか、はい、J サポがざわつく案件でしょこれは。まあまあ、ね、長州から風が吹いてる、ね、ビュー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 吹いてる、ね、もうすごい楽しそうでみんなねえねえ、昼からすごい盛り上がってましたね。本当ですよ、みんな好きなんだね。楽しみにしております。はい、はい、という3名でお送りします。いつものお願いが3つあります。1つ目は感想やタレコミ情報などぜひツイッターでつぶやいてください。話しているトピックについての補足情報なども大歓迎です。ハッシュタグはフットリコ FOOTRICO でお願いします。お願いします。はい、2つ目はマリサポのお友達にフットリコやってるよと教えてあげてください。アプリの下のシェアボタンを押すとこのルームのことをツイートできたり、インバイトピープルというところでお友達に教えてあげたりすることができますので、もしよかったらお願いします。はい、はい、最後にフットリコのハウスのご紹介です。コミュニティのようなものです。ハウスのメンバーになっていただくとフットリコについての通知がいくようになりますのでぜひお願いします。メンバーになるやり方はアプリの一番上のフットリコの文字をタップしてください。そうするとハウスのページになります。で、ジョインフットリコというボタンが表示される方はまだメンバーになられていないのでボタンを押してメンバーになっていただけると嬉しいです。はい、ちなみに現在の、フットリコハウスメンバー数は598名です。あ、そんな増えた。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、マジでもうちょっとじゃないですか。一気にもうあと2じゃん、リーチ。え、どうします、マジで。キリバンゲットとか毎回やります。ねえ、あとだって2人でしょ。自己申告してもらう。え、マジで次回言っちゃうかもしれないですよ。何も出ないけど、何も出ないけどね。手ぬぐいかなんかあげた方がいいんじゃないですか。手ぬぐい間に合わんのよね、今からじゃね。ちょっとはい、そんな感じですが、トピックの方に入っていきたいかと思います。はい、それでは1つ目、5月28日日曜日、2023明治安田生命 J1 リーグ第15節アビスパ福岡戦は2対0での勝利になりました。はい、スコア2対0ですね。で、得点者は前半8分アンデルソン・ロペス、前半20分アンデルソン・ロペスと、ロペちゃんの、はい、2ゴール、ハトトリックもね、欲しかったですけど、はい、だいぶこなれてきたね。劇場多いよね、もうこれ。はい、はい、で、勝利後の、マン・オブ・ザ・マッチですね。インゼリーさんのマン・オブ・ザ・マッチは畑中慎之介選手。慎ちゃん、今年2本目ですからね、はい、マン・オブ・ザ・マッチ。いや、あれ2回目 ?2 つ目です。そうだっけ、最初イロイク取って、あ、そういうこと、インゼリーこれ取ったので、うん、最速のマン・オブ・ザ・マッチダブルですね。コンプリート、コンプリート、はい、いいじゃないですか。はい、次で、あのね、また違うマンボザマッチ来たら狙ってほしいと思います。はい、で、イロイクさんのマンボザマッチはアンデルソン・ロペス選手でしたね。あ、でもロペちゃんもか。ロペちゃんも多分マンボザマッチに、ロペちゃんは、ね、2回目以上だよ、1人、うんうんうん、2-2 ぐらいやってるかもしれない、でもしかしたら ね、はい、はい、ということで、モデレーター陣から、モデレーター、今日早いですね、ちょっと、はい、モデレーター陣からコメントをもらいたいと思います。
どうしようか、アキラ君最後がいいかな。いや、どっちでもいいですよ。いい、じゃあ最初に、じゃあアキラ君お願いします。はい、いやまあ、なんといっても勝ってよかったですよね、うん、まあ、何を隠そう、僕実は昨日欠席だったもんで、うんうん、そうですね、そうなんですよ、マジで久しぶりで欠席が、ホームゲーム、うんうん、本当に振り返って記憶があるのが9年ぐらい前なんですよ。すげえ前じゃん。すげえな。そっからもうずっと電池系でほぼほぼいて、まあまあアウェーはね、さすがに行けないこともありましたけど、ほぼほぼずっとホームゲーム来てて、ね、コロナ禍中もね、なんだかんだ全試合来てたし、うん、っていうのを考えて、いや昨日初めてそのなんていうんですか、90分を大ゾーンで初めて見たんですけど、ホームゲームを、うん、いやすげえ良さそうな雰囲気じゃないですか、ホームゲーム。なんすかあれマジで。いやね、マジでね、昨日行った人はその様子をマジでいろんな人に語ってほしいんですよ。何回か同じようなこと言ってますけど、うん、昨日のゲームは本当にそれを思って、いやもうね、そう、昨日行けなかったなりに、まあ、チラチラとタイムラインは見てたんですけど、うん、まあ、もう試合前から後までもずっと盛り上がりが素晴らしい、うん、ね、ここまで全く試合の話してないんですけど、はい、そろそろしましょうかね、うん、試合そのものは前半でほぼほぼ決まってましたね、うん、はい、まあ、アビスパがやりたかったであろうゲームプランをことごとくへし折っていくっていうやり方、うん、なんかもう、なんていうか、それやられたらどこのチームもなかなかうまくいかんよねっていう勝ち方をしたなと思うのと、うん、まあ、やっぱ宮市持ってんなって感じですね、うん、彼が出てくるだけで試合の空気感が全然変わるし、うん、まあ、まあもちろんね、彼がこれまでつないできた文脈ってものもあるので、それがまあいよいよね、こういう形でスタジアムに影響を与えられる人間になるんだなっていうのを改めて思ったというのと、そこにちゃんと呼応するサポーターね、この関係性が素晴らしいなと思っておりました。はい、まあ、こんな感じでなかなかね、普段は遠方に住んでいらっしゃったりとか、そのいろいろな事情でこうスタジアムに来れない人の、まあ、気持ちをちょっと、まあ、感じながらというかで見てたんですけど、いや本当になんですかね、ホームゲームの価値がすごい高くなりましたよね、マリノスさんね。うん、それを改めて外側から、まあ、追体験するような感じで見ておりました。はい、改めて次のホームゲーム柏戦ですか、うん、そこに向けてまた日産スタジアム行きたいなという気持ちにさせてくれた一日でございました。はい、以上です。はい、ありがとうございます。はい、あれですね、スタジアムの雰囲気みたいなのをダゾーンから感じるってことは、その試合中のね、状況で感じるってことでしょ。そう、それもありますやっぱり。すごいね、いや変な話、ダゾーンを通してそれなんですよ、うん、現地にいた人が何を感じてたかがマジで気になるんです。いつもね、それとなく言っちゃってるじゃないですか、ホームサポーターとして、うん、だけど昨日はそういう人にとってもなんかこう特別なものを感じられた日だったんじゃないかなっていうのを思いましたね、うん、その辺をお二方に聞きたいなと思います。はい、ありがとうございます、はい、ではパンダさんお願いします。ね、永井さんが言ってたのがマジ本当それってなった。昨日ツイッター見ました、永井さん見た見た見た。そう、ハーフタイム抽選会が過去一っていうぐらい盛り上がったんだよね。あれなんであんなになったの今回。しかもターゲットが多分メインスタンドだったんだよね。で、子供よりも外国人のお客さんとかをまず中心に行ったせいか、なんかすごくね、盛り上がりがこういい感じにぐい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 上がってって、で今回ちょっとアンロペちゃんの、サインですよね、ずっといいのだったんですけど、最後の方に当たったお父さんかなんかが、アンロペ当たったやったーっつって掲げたタオマフが1盛りだったっていうのが一番盛り上がったんですよね。1盛りかい。あれすごい。いやそう、めちゃめちゃいいじゃないですかそれ。ロペちゃんだよかったねって思ってパッて広げたら1盛りだったっていう、すごい、それでね、ちょっといい感じにオチがついて終わったのもあって、そうあと三國さんがユニフォーム欲しい人はって言った瞬間にバックスタンドからものすごい子供のでかい声で、すごい声だったの、あれゴール裏がびっくりするぐらい、ちょっとざわつくぐらい、子供すごいみたいな、それぐらい声聞こえるくらい、みんなどこにいたんだろうっていうぐらい。はで、まあ、試合前から、まあ、いつものゲーフラ会のエリアとかにずっといたんですけど、多分今回招待というか、まあ、ウェルカムで以外でも多分
少年団とかかな。今回クの招待じゃなかったよね、確かね。とね、カムイ中の校外学習は来てますよね。あ、そう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 。で、団体で子供は結構来ていて、で、あの、私が好きなあの香港ワッフルのお店とかも、はいはいはい、なんか小学生ぐらいの団体、15人ぐらいの団体がわーって集まって買ってて。中学生が早いんじゃねえか、まだ。小学生ぐらいだったよ。そう。いや、うまいもん食ってんなと思いながら。ね、そういう感じで、ところどころこう子供の団体がいたりとかして、いつもよりやっぱ、あの、トリプラのちょっと有料部分にはなるんだけど、木田さんのコメントで子供がすごく多かったみたいなことをちらっと言ってて、いやそれ体感としてすごく多分、ねね、ね、合ってると思うんだよね。やっぱ子供の声すごく届いてる感じがしたんだよね。で今回ウェルカムデーだし、そのリアソンの放映もあったから、もちろんあの被験者のみんなも多分たくさん来てくれてたんだと思うんですけど、だからなんか、なんだろうな、こうワクワク感を持ってやってきたお客さんがすごく多いっていうのが、ダイレクトにこうピッチにこう注いでる感じはしましたよね。そう、普段のでもちろんいつもいる人たちにとってはやっぱ一番のビッグイベントは宮市の復活のホームゲームだったから、はいはいはい、あのチョコちゃんが出てきた瞬間とかのまあ歓声はもちろんだし、今回まあ2万中盤ぐらいだったっけ、6000ぐらいでしたね。だったから、まあ、もちろん3万4万とか入ってるような大箱の試合の時とはやっぱちょっと違うんだけど、それでもこう、うん、チコちゃんが出てきた時のなんだろうね、湧き方とかはやっぱ近年感じたことのないレベルのやつ、うん、まあ、チコちゃんも帰ってきたのはコロナ禍だし、ほぼ、うん、なんかそのフルマックスの状態とかの J リーグをまだ知らないじゃないですか。そうですね。その中では多分最高潮だったかなっていうぐらい。まあ、優勝した時はね、まあ、それなりにあったと思うけど、お客さんが結構いて。まあ、でもそれ以外にもこう自由に声が出せる環境であれだけ声聞こえたっていうのは多分初めての経験かもしれないですね。で、まあ、ケイユも言ってましたけど、まああのお兄さん早いですね。早い。いや、な、うん。あのまあ、正面から走ってくるわけですよ、後半なので、はい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 、あのお兄さん早っみたいな、ダダダダダっていうあのお兄さん早いって、 あのお兄さん早っみたいな感じだった。本当あのスピード感びっくりするよね、やっぱり久しぶりに見ると。やっぱちょっと違う大きさもあるしね、チコちゃんだいぶ、うん、とはね、それをそう久しぶりに感じたっていうのがやっぱ、あ、帰ってきた普通にっていう感じがすごくした。で、まあ、もう今回に関してはもうみんな宮市のモンスターペアレンツだから、まあ、いかにうまいことタックルされたとしてもそりゃ当たられたら ね、みんな冷静ではいられなくなるの分かる。で、一番冷静じゃなかったのがケビンだったっていうだけ。イエローもらっちゃいましたからね。そう、あの瞬間にあの、まあ、結構普通にちゃんとしたタックルだったんだけど、ね、ケビンがものすごい怒ったのを、うん、あの思いっきり今回先週アカネちゃんだったからに見られてて、あ、フラッグずっと上げてんだ、見てたんだな全部と思って、で全部吉見さんと話して、そこで結果的にイエローって形だったんだけど、なんかまあそれもなんかちょっとエンタメ性あって、なんか最終的にはまあ勝ったしね、面白かったんじゃないかなと思って、なんかまあその辺、まあ、ちょっと解説しないとね、初めて来る人とかにちょっと分かんないかもしれないけど、なんかそういうところもちょっと楽しかったりとかして、結構まあいろいろなんだろうね、全体的にずっとテンションがこう落ちないというか、うん、そうだね、前半いい感じに試合運んだのもあったし、うん、なんかこうずっとふわっとこう明るい感じのポジティブなムードでいけてたかなっていうのはすごい感じますね、うん、まあ、なんかそうやってこうね、あのリアクションが大きかったわけじゃないですか。それにこうフックを得るというか、うん、なんであんなでかい声出してるんだろうみたいな、その疑問のきっかけにもある意味なるんですよね。うん、でそれをきっかけにこう、いや実はあれはねってこう喋り始められるわけじゃないですか、うん、まあ、そういうとっかかりが増えるのいいですね。なんか盛り上がってるぞっていう雰囲気ってすごい大事じゃないですか。そういうことです、そういうことです、うん、人が集まるところで特にねえ、だそれがこうお客さんがこう今回みたいなウェルカムデーっていうちょうどね、あの冠だった時でもあって、うんうんうん、まあ、そういう時にああいう雰囲気が作れたのもすごくポジティブだったと思う今回の試合は、ね、はい、あのミッキー君のタックルはね、ちょっと気の毒だなと思いましたけど、うん、あの福岡にしては普通にいいタックルだったと思いますよ。でもなんかね、あれにこうブーイングが出るような、うん、その何ですか、そのヘイトじゃないブーイングだと思うんですよね、うん、そうね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 、うん、まあ、そりゃね、怪我明け復帰であんだけこう
フィジカルコンタクトだとそれはそれはおいってなりますよね。いわゆるこれがホームアドバンテージだぞっていうのをなんかこう久しぶりに見たよね。はい、ありがとうございます。はい、僕は、まあ、試合はまたまたしても勝つべくして勝ったなというね、素晴らしい試合でしたね。完勝だったと思いますね。いや本当楽しかったよね。ずっと見てて楽しかったし、まあ、1点目ができすぎていて、いや素晴らしかったですね。あれ見たらもうね、これやでこれってなりますよね。そうそうそう、あ、これまたできるようになったんだなと思ったし、ね、まあもっと点取れたっていうのはありますけど、いやそう、後半は確かに取りたかったのはあるんだけどまあまあね、まあ、相手なのか何なのか、こうやっぱりこう試合を追うごとにこうみんなのこうベースアップがどんどん図られてる感じがこうなんかこう目に見えてわかるというか、そうね、そうね、はい、ですかね。あとは、あ、まあ、上島くんですかね。あ、面白かったですね。あ、そう、よかったですね。そう、あ、そうそうそう、パンダさん言う通り、そのうまいとか良かったっていうか面白かったよね。うん、その面白いサッカー、そのマリノスのサッカーにやっぱ本当に飛び込みが早くて、そのまあ、ヤンマーテウスとの関係性がいいのも多分あるんでしょうけど、うん、本当に自信持ってやっている感じが楽しすぎて、うん、彼はあれだよね、多分真っ白いキャンパスをお持ちだよね。うそうそうそう、まだ、ね、まだね、ここまで来てまだ持ってるよね。ザーッと自分でこう一回リセットして書き換えられるタイプの人なんだなっていうのはすごく思ったかもしれない。うそうだね、まあ、だからそれでもそれがそのマリノスに来てそのまあ、インサイドで起用されてっていう部分もあるっていう、うん、そうですね、ちょっと記事を紹介するとフットボールチャンネルさんですかね、スタメンを狙いに行く横浜 F マリノスディフェンダー上島匠が抱いた、覚悟、右サイドバックで見せた可能性はっていう、まあ、話の記事の中でもまあ、マリノスで右サイドで起用されるっていうことになったことで、まあ、その人数合わせてやっているっていう意識じゃなくてその右サイドでも勝負するっていう意識になったっていう、もう本当、マリノスに一番求められてることだからね。そう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 、そういうことですよ。そうで、それをね、ピッチで表現してくれたので、いやー、右サイドいいですね。上島ってあんなアーリークロスとか上げるタイプだったんだと思って、吸収をすごくするっていうのもあるだろうし、また、リュウちゃんともケニーとも、まあ、言ったらリクとも全然タイプ違うし、で、みんなのいいところを少しずつもらって自分のストロングポイントを出そうっていうのがすごくよくわかるよね、上地のプレーってなんか、ね、後半特にね、そのディフェンダーとしての役名の部分で目指す部分も多かったと思うし、そうそうそう、そのちょっと世界で流行りかけてる、ね、ディフェンダーをいっぱい引いてっていう、うん、その役割にまさに入りそうな上島くんの今のスキルセットだったりする気がするので、またね、相手がアビスパだったのも良かったじゃないですか。そう、ね、そう、フルスですからね、彼の。フルス相手にこう気負わずに、それを全部こう自分の何信念と根性でこうプラスに持っていけるタイプだよね、うん、なんなら、ね、上島にとってはその柏で出場機会を得るきっかけになったクラブでもあると思うんですよね、うん、そう、アビスパで出るようになってそれを柏に持ち帰って、で今の彼につながっているところがあるのでね、それなりに思いはあったんじゃないかなと思いますけど、すごくタイミングが良かったというか、うん、今求められてる、この試合で求められてるものにすごくマッチしたというか、そう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 、うん、なんかバイオリズムガチってあった感じがしますね。ちょっとツイッターをちょっと紹介してしまいますけど、はいはいはい、佐藤さんの前回抽選の話ですね、抽選、はいはいはい、前回今回はベイスターズの抽選の雰囲気ととても似てるかなと感じました。どうですか、ベイスターズ行ったことある方の、まあ、要はあの感じか、うん、なるほどね、なんていうんだろうな、そのね、本当にみんな楽しんでるというか、その間、うんうんうん、合間合間を野球のイニング感は確かにちょっとああいう感じあるかも、そうそうそうっていうのがだし、その子供たちが本当楽しんでね、そうそうそう、励んでくれるっていう、確かにね、ちょっとイニング感に近いですかね、ダンスコンテスト的なやつ、そう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 、ありがとうございます、はい、というまあ、僕の感想と込みでしたけど、起きたことをちょっと紹介していきますと、はい、アンデルソン・ロペスは得点ランキング単独2位になりました、はい、2ゴール、2ゴール、大迫が11点となっております。早く下げていきたい、はいはいはい、で、アンデルソン・ロペス選手が、いろいろマン・オブ・ザ・マッチになった、うん、お立ち台の上で、
エウベルのハッピーバースデーを皆さん歌ってくださいと。そう新しいですね。見てないんだよね。見てないです。流れがさ、またさ、ちょっと不思議な感じでさ、ロペちゃんがまあ普通に喋ってて、シンジが訳すじゃないですか。一緒にお祝いしてほしいですって言った後、どう持っていくんだと思ったら、ロペス歌い出したっていうのが一番おもろかったね。あ、歌うんだってみんな。なんかそう、こっちから出るのを待つのかと思いきや、ロペスが率先して歌い出したから。いや、いいじゃないですか。いや、うちのオタ世代は歌うっていうのがなんかもう、はいはいはい、そのスタイルで行くんだなと思って。山瀬浩二の頃からそうじゃないですか、それは。まあ、そう、ね、ロペちゃん歌ってくれてめっちゃ良かったよ。ねえ、本当に。エウベルが恥ずかしそうにしてましたけど、あ、そうですね、シャイボーイだからね。はいはい。で、宮内くんのタックルの話は増しましたね。はい、はい。面白かった。まあ、試合の話はそんな感じで、周辺の話で言うと、まあ、なんといってもレオス・ヴィンセントさんのメッセージが公開されて、見させていただきました、ね、動画で。いや、本当前も言ったと思うけど、ちゃんとした人だよね。いや、本当にそう。あのね、話の組み立てとかがさ、ちゃんとコラボにちゃんと沿ってお話をしていただいたし、本当語彙力なくて申し訳ないけど、すごいちゃんとした人だなと思う。被験者さんのお話を見ると、まあ、よく言われてたのはそのよそ行きのレオス。いや、それめっちゃ笑いました。よそ行きなんや、みんな。、まあ、ね、確かに分かる、オタクの気持ち分かる。いや、でもだからそういうその TPO をわきまえる人なんだな。言い方がちょっと良くないね。はい。いや、なりさんね、今日そうそう、何人か下にお聞きいただいてる方々の中に豆猫さん来てるんで。あ、いらっしゃるね。そう。ミニパペの方々もね、いらっしゃるんで。はい。ありがたい。本当ですよ。ありがたいですね。ぜひぜひ。者のみんな、アウトプット早い。あ、それ思った。イラストが可愛い。そう。で、感想がめちゃポジティブで可愛い。そうなんですよ。すごい見てて楽しい。そう、なんぼいいのしても足らんのですわ。いや、そう、めちゃめちゃさ、もうツイッターのおすすめ、多分被験者であふれ返ってくからね、今だけ流れてきます、マジで。僕がちょっとその前にツイートしましたけど、だちょっとついさっきまでに、その昨日の試合について被験者さんが語っているツイートをポチポチしていいねした数を数えていったら50ぐらいあるんですよ。すごくない？全然いきますよね、本当に。いや、本当にすごい。一ブロックは軽くいけるよね。日産スタジアム。いや、ありがたいですね。で、しかもこれでハマったとか、また来たいって言ってくださる方が大変多いこと。あ、本当にそう。それはもう本当クラブとチームの努力でしょ、もうこれは。ね、で、しかも中にはね、トリメン入った方とか。早いのよ。ハーフのシーズンチケット買った方とか。クッカルだからね、オタク。僕らよりも全然進む速さが違う感じ。オタクのフットワークの軽さは本当にやばい。だから、ね、なんて言うんだろうな、まあ、すごい冷めて言い方をすると、まあ、2時3時の今回のコラボ、まあ、前回もそうですけど、うん、まあ、まあ、楽天が主導しているその商品上の、まあ、コラボレーションが、はい、多分主にあって、うん、まあ、それプラスアルファでやれることみたいな感じの、うん、まあ、立て付けになっているんだろうなというふうには想像できるんですけど、うん、まあ、そんな中でやっぱレオス・ヴィンセントさんはそのコラボ決まってすぐにそのダゾーンで、ね、うん、札幌戦見て、で、すぐ見てくださったよね。あの初動マジ大事ですよ。そうそう、で、ふっとりことも言いましたけど、あの札幌戦を見て、そう、その後すぐ応援に来てくれるっていうのもそうだし、来てくれたっていうのをそのね、実践していただいて、皆さんにさ、そのね、紹介してくださるっていうのは本当すごい、なんて言うんだろうな、本当嬉しいですね。でも、はい、今だから言えますけど、あの札幌戦が初戦でマジ大丈夫かなと思ってた時あるんですよ。本当にそうだよ。本当にそう。札幌戦ってね、ここに来てくださってる方に簡単に言いますけど、札幌戦っていつも大体ああなるんですよ。まあね、マリノスらしさがなかなか出せないカードの一つなんですけど、札幌ドームは特にね。そう、そこでああやってこうアクションを起こしてくださったことが何よりも尊い。うん、そうで、それにこうしてというか、あと反応して早速次のホームゲームにお越しいただいた方々、ね、がもう本当にたくさん反応していただいて、おかげで機能があったんじゃないかなと思いますよね。本当に本当に、そうやっぱそのね、多分昨日のトリコールランドとか西ゲートのそのスタグルの楽しい雰囲気とかも、多分ヒエスさんたちのね、その思いが溢れててできている方多かったと思うし、食後じゃねえや、試合後、デザートみたいなことしないでください。試合後に結構その
あのベイズベリーちゃんに並んでいただいてた方が、あのパフェ持ってる方がいらっしゃったっていう話も、それは確かに食後です。なんだったらベリーちゃんに関してはアビスパサポーターも結構買ってたから、まあちょっとそうだね、ベリーちゃん別格かな、うん、まあでもあのね、そうやって楽しんでいただけるのはね、本当に嬉しいし、発信していただけるのは嬉しいですね。はい、うん、ありがとうございます。 あとそうだ、マチ君ね、はい、ちょっと時間の都合で見られなかったんですけど、うんうん、僕も見れてないんですが、あのお客さんの数すごかったね。あ、そうなの？なんかた、あのマジ誰だっけな、雄三が上げてた写真から、うん、そうそうそう、雄三、ステージからこう背景をこう撮った写真、うん、みんなを撮った写真の人数がえげつなくて、うん、だからマジ君やっぱさ、まあ、いた当時からすごく人望のある人ではあったから、そうだね、で、だし今回、まあ、たまたま相手がアビスパっていうところでちょうど帰国されて、あ、帰国したのかな、だから多分あの持っては来てないけど、多分聞いてはくれてたんじゃないかなと思う。だってもともとさ、アビスパ、前回のアビスパ戦の時にうちの試合の時かなんかにやってたじゃないですか、長町トークショーかなんか、至急帰ってきてくれっていう、すごいアビスパサポーターの今すぐにユニフォームを着せろみたいな感じだったんで、結構それぐらいあのマシ君はアビスパサポーターからもやっぱ愛されてると思うし、で何より一緒に被っていなかったサガティがステージに上がってきたっていうのもまたね、アビスパサポーター的にもやっぱそこは美味しかったんじゃないかなと思って、北斗のね団子屋さんも来てたし、美味しかったですよ団子。はい、なんかでマチ君のトークショーではあれみたいですね、あのユニフォームいっぱい寄贈してくれてありがとうって話をすごく面白かった。コメントがすごく、あれいいっすね、さすがね慶応、うん、いやビットに飛んでるなと思いましたけど ね、 ね、はい、僕も多分2着ぐらい送りましたね。そうですね、あのいいもらい手があってよかったですね皆さん、はい、そうですね、はいはい、あとはですね、あのあ、試合前の前座試合ですね、普通の前座試合が、はい、行われていたかと思いますね、うん、はい、その時の F マリノスコールがすごかったですね、裏からも出してたしっていうのもありましたね。あとはハーフタイム抽選会があって盛り上がってた話ですね。あと等身大パネル、あ、すぐケニー見つけました。スタジアムグルメの中で、まあ、キッチンカーではなくて、場内の方ですね、スタジアムのコンコースにある、まあ店舗さんの方に、うん、まあ、販売施策として、なんじゃそりゃ販売施策として、はい、まあ、各店舗に選手の等身大パネルを、まあ、いろんなそれぞれの選手ですね置いて、まあ、反則に、役立てているようですけれども、写真コンプリートしてる人いましたね、本当すごいね、うん、私あの久しぶりに西ゲートから入ったんです、たまたまね、うんうん、じゃあ最初に出てきたのが松原健さんっていう、おう、どこ、ラーメン持たされてた1階のあそこなんだっけな、じゃないラーメン、あ、そう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 、1階、1階っていうか4階かのコンコースの一番角のとこかな、松原健さんいたーとか言ってそう、ラーメン持たされてたよ、持たされてた、あれすごいよね、あのパネルすごいよね、あのパネルにあのクソ凝らしたいねって言って何でも持たせられるねとかいう話をしてましたけど、そう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 、そう、食品のサンプル写真がね、そうそう、何でも持たせられるってそう、だからロッペちゃんがうどんとか持ってるんだけど、そこの写真のとこは違うものはめて遊べるねとかいう話してましたけど、いい素材ですよ、いい素材、いい素材を提供していただいてね、はい、はい、っていうところでしょうか、他にございますか、うん、面白かった、とにかく大変楽しい福岡戦でしたね。あ、なんかマネホチームとランサットチーム、ケンタロウさんありがとう、そうそうそう、すごいたくさん来てたよねなんかね、えらいことになってましたよね、マネホチームはグローバルチームまで来てて、ね、そう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 、終わった後の写真撮影でたまたま近くにいてみたいな、うん、っていうのを見かけましたけど、その様子とかすっげえ気になるんですよね、ね、本当に、あのバモスですねの人も見ましたよ、遠くから、ね、あの人だと思ってそう、あのあれなんですよね、アビスパの方のマネホさんのアクティベーションだと、あの、うん、ニットマフラーもらえるんですよね、すニット、あれ違うんだよ、タワーマフのフリンジ付き、あ、はい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 、発想がサポーター、ね、そうそうそうなんですよ、あれあれアビスパの方でマジで朝7時8時が並んでたみたいな、いやあれかっこいいもん、ね、そう、あれいいっすね、本当にただの博多の男で笑っちゃったねえ、うん、なんてね、いやだから、まあ、でそういう人がねいるからマネホさんはやっぱ強いというか、そうそうそう、いや本当に、はい、いや、あの今朝もね、金井さんがあのツイッターのスペースで喋ってたんですけど、みたいですね、そうそうそう、最後の方だけでちょっと聞いたんですけど、うん、あの好きだからコミットできるんですよって話をしてて、うん、いやもうその言葉重いなと、うん、
重い、まあ、その変な意味じゃなくてすごく大きいなっていう意味で重たいなと思いましたね。いいパートナーさんがこうやってあのマリノス好きになってくれるのが一番嬉しい。そういうことですよ。まあまあ、いろんなね、いろんなメリットはありますけど、パートナーシップスポンサーシップ通じてね、うん、得られるものありますけど、もう やっぱりその根幹にあるのはその好きって気持ちだなというか、それがあってこそ進むものだと思いますからね。それも、まあ、昨日のその試合後の盛り上がりだったりとか、あとはスタンド席の盛り上がりからもまあ感じられたことなんじゃないかなと思いますね。はい、はい、という感じで、これあの語り尽くせない系のやつなんでちょっとすごい地味なこと一個言っていい？はい、どうぞ。多分ね、スタッフすごい増えたよ。あー、確かになんかオレンジの人いっぱい、ね、そう、清水系の人も増えたし、ボラも増えてたし、うん、あのキッチンカーの皆さんも増員されてたし、あのスタジアム内のショップの方もそうだし、なんかすごくスタッフがなんか人数が増えた感をすごい感じた、今節は。その辺ね、僕ちょっと言いたいことあるんですけどね、今日のメニューに入ってないんで、あのそのうちお話します。はい、あの、はい、後回ししてるやつですよね。はい、いつやろうね。はい、もう行きましょうかね。じゃあ、あの今度お時間もあれなんでね。はい、次行きます。はい、次から小ネタです。1つ目、はい、株式会社トータルライフデザインオフィシャルスポンサー決定のお知らせ。いいよ。ありがとうございます。素晴らしい。はい、この度横浜 F マリノスは株式会社トータルライフデザインとオフィシャルスポンサー契約を締結しましたのでお知らせいたします、という。はい、はい、トータルすごいっつった。すごいっつったの。すごい、すごい。はい、すごい、ありがとうございます。はい、トータルライフデザインさんですね。港区芝に、オフィスがあるそうです。生命保険の募集に関する業務、損害保険の代理店業務ということで。芝？そう、芝にあるんだって。マネホ絡みとかではないよね。いや、そうです。すぐ近くじゃないですか。ご近所さんだと思いますよ。ご紹介ですか？あり得るな。いや、はい、はい、なのであの保険の、ね、代理店さんですよね、あの比較指定の。すごくなんか新しめの会社さんですね。そうですね、19年設立だそうで、はい、うん、はい、中原代表取締役さんのコメント、この度横浜 F マリノス様とオフィシャルスポンサー契約のご縁をいただいたこと大変光栄に思います。横浜 F マリノス様のクラブフィロソフィーやサッカー界はもとよりスポーツ界にイノベーションを起こし続ける姿勢に共感し、この度スポンサー契約を締結することとなりました。社会全体を感動させ勇気づける力を持ったスポーツに携わるパートナー企業となることで、スポーツ、地域、社会の発展に貢献できるよう努力してまいりますので、今後ともご支援のほどよろしくお願い申し上げます、と。お願いします。お願いします。ですので、はい、ね、最近あのマリノスのメリットとして語っていただけていることをあの感じていただいているということで、はい、はい、あのバッチしたと思いますので、はい、末永くお願いいたします。地球スタジアムに遊びに来てください、はい、そう、一度ならずとも二度三度と、はい、はい、次行きますね。はい、次、6月4日日曜日来ましたね。 F マリノススポーツパークキックオフで開催のお知らせ。はい、この度横浜 F マリノスの練習場である F マリノススポーツパークトリコロールベース栗浜にて6月5日、月曜日の一般利用開始を目前に控えた施設プレオープンイベントとして F マリノススポーツパークキックオフデーを開催します。はい、はい、一般利用開始となるフットサルコートや、会議室を中心にイベントを計画しておりますのでぜひ皆様お越しください、と。はい、はい、でいくつかあるので紹介していきますと、まずはフットサルコートでは、まずキッズ広場があります。いつものやつですね、うん、マリノスケふわふわとマリノストライカーが設置されるそうですので、おなじみに来てください、はい、サッカースクールのコーチによるミニサッカー体験コーナーも用意していますので、うん、小さなお子様やサッカーが初めてというお子様もボールを蹴ることをお楽しみいただけますということです。時間は10時から15時まで、はい、はい、次はクラブハウス会議室の中で行われるんですけど、これがあれですよね、ニッチに魅力的なの来たよね。なんじゃこりゃっていう。鳩康弘将棋交流、将棋親善大使でもあるエクマリノス鳩康弘アンバサダーとの将棋対決、はい、アマ2段の、なんだ気力、はい、うん、を持つ、鳩康弘アンバサダーと将棋で対局ができます。いつも横浜 F マリノスを盛り上げてくれている鳩康弘アンバサダーのいつもとは違うちょっと違う一面をご覧いただけます。まさに違うよね。はい、で、開催がですね、
3つに区切られていて、10時10分から10時40分の間に10名、10時50分、はい、11時20分の間に10名、11時30分、うん、12時の間に10名の方が参加できるそうですで、30分刻み、はい、そうですね、で、本イベントに参加は事前応募ということですので、フォームの方からも申し込みください。明日10です。はい、明日10。はい。で、同じくクラブハウス会議室では、横浜 F マリノスオフィシャルチアリーダーズトリコロールマーメイズと踊ろうチア体験コーナーが、開催されます。はい、こちら整理券制だそうです。で、多分ハトさんの直後なんでしょうね。午後から、はい、開催されて、ね、13時から13時半、13時45分から14時15分、14時半から15時と、で各回先着15名様、対象は幼児小学生までで、総合受付で当日10時から整理券を配布するそうですので、はい、うん、そちらの方をお求めください、うん、貸し出し用のポンポンがあるそうです、はい、まあ、はい、動きやすい服装で来てください、はい、はい、っていうのがクラブハウスと会議室のお話、はい、で、レストラン栗浜テラスですね、引き続き、はい、続き、はい、特別営業しています、はい、この日は F マリノススポーツパーク内のレストラン栗浜テラスの特別営業をいたします、うん、100食限定メニューとしてオリジナルカレーライスをオープン特別価格500円にてご提供いたします、はい、これは11時から16時だそうです、はい、はいはいはい、でその他見学可能エリアとして展望室、展望テラス、ここ行きたい、入りたい、場所的にどこなんだろうね、あ、なんかでも何て言うんだろう、一番ピッチよく見えるとこだよね、うん、だと思いますよね、うん、張り出してるところ、なんかあのデッキイメージになってるベランダのとこ、そうそうそう、脇じゃないかな、多分入り口というか、あの警察署の反対側じゃないかなと思います、うん、一番奥かな、うん、はい、あとミーティングルーム、そう、これもねすごいよね、普段シアタールームですよ、シアタールーム、これあれできるでしょ、あの代表戦でサプライズされたタクマを迎えるごっこができるんでしょ、あ、できますよ、できますよ、はい、ザ・デイをご覧ください、はい、あの、はい、ちょっと人数集めてやってください、はい、あとは A ピッチ観覧スタンド、はい、ね、天然車ピッチの観客席を開放します、あ、そうですね、練習見学やってるところ、そうですね、あとはまあ、これも別に普通にあるよってやつですね、マリノス君の銅像とかチームバス展示、バスがね、来るんで、そうですね、はい、はい、そうですね、そうか、チームバス展示ってそんな間近でちゃんと見れるのって今トリフェスやってないから結構久しぶり、そう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 、トリフェス展示でやってる時はチームバスの中にね、うん、こうアマジュンの人隠したりとかしてましたけど、あったなあ、ったなあ、ザデイご覧くださいということで、これもね、はい、はい、っていうことですね、はい、はい、では最後にトピック、スピークアウトのボリューム32が配信中です、はい、来た、水沼ポート選手と土島真也選手、あ、真也さんが選手、真也選手しちゃった、はいはいはい、真也さんが MC を務めるクラブ公式ポッドキャストスピークアウト、今回は M1 グランプリ2022王者ウエストランドさんをゲストに迎えたスペシャルな最新ボリューム32を配信開始ということです、王者&王者の対談ってこれかい、聞いた人、もうね、まだ聞いてない、朝聞きましたよ、じゃあちょっとちょろっと教えて、いや、僕らが喋ってるのが申し訳なくなるぐらいね、あのおしゃべりが上手なんですよ、プロだからね、いや本当に、うん、そうで、ね、やっぱね小気味良いテンポがね、そりゃそうだよ、あので、まあ、意外な接点というかお二人とも実はサッカー経験者なんですよね、うん、みたいな話が出てきたりとか、うんうん、なかなかまあ、ツボを抑えた話になっているというかね、これを聞いて、まあ、今度の柏戦ですか、そこにあのご来場いただけるとき、ね、まあ、どんなネタになるのかななんてこうちょっと期待が膨らむような、トリベースにも以前来ていただいてますからね、そう、あ、その話も ね、その話もあのリリース以上に詳しく書いてあります、あ、いいですね、書いてあるというか喋ってます、はいはい、あ、そのきっかけの話とか、あ、そうそうそう、クラブスタッフにナンパされた話ね、そう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 、はい、いや、それ聞くと、あ、確かに分かるかもって思いました、じゃあ楽しみにいきましょう、はい、ぜひぜひ、はい、はい、配信中出す、各種媒体で、そうですね、はい、あとは F マリノスアプリの方でも聞けますね、あ、聞きます、聞きます、はい、はい、皆さんも聞いてみてください、はい、本日のトピック以上になります、はい、でははいはいはい、プラットフォームからお願いいたします、ね、プラットフォームじゃないんですよ、あ、そうなんです、ね、うん、外なんで、ね、うるさいよ、プラットフォームだった、はい、はい、じゃあお願いしますね、はい、ミックスでごいや、
ナイス移行でしたね、はい。このコーナーはリスナーの方にスピーカーに上がっていただき、モデレーターやリスナーに聞きたいこと、告知したいこと、マリノス関連、パートナー、スポンサー様関連のタレコミなどお話しいただけるコーナーです。我こそはという方はアプリ下の手のボタンをタップして、お気軽にお知らせください。お待ちしてます。お願いします。いや結構喋ったけどギリ収まった感ありましたね今最後に最後怒涛の詰め込みしましたね今日はねなんかまったりなくせにぎっちりしましたね、うん、まあね試合の感想がたくさんあったからねそうそう試合以外の感想がねそうそうそう27分喋ってるからあれあれでほぼ終わってはいいや本当に今回というか今日、はい、新しく聞いていただいている方が結構いらっしゃるようでありがとうございますいや本当にありがとうございます本当そこですよマジでね、ポッドキャストとかでもね最近聞いていただいている方すごく増えておりまして、うんうん、おそらく、これね、つくづくね思うんですけどねそう ポッドキャスト界で結構聞き直すことがあるんですけど、うん、いやまとまってますよね自分らで言うのもあるんですけど自分で言ったの今そうなんですよあの初めてお越しいただいた方々にはぜひあの過去の回もちょっと振り返ってほしいあすごいさどうでもいいことなんだけどさ、うん、リスナーの方のさ、はいはいはい、マリノスカップ率めちゃめちゃ高くないあそうあのなんかねみんなこぞって酒飲んでんなと思ってビールみたいな感じでそうすごいなんか下楽しそうでいいなと思ってめちゃくちゃ飲んで多いかよって思いましたそう本当だ、まあね、多いよね今日ねそうあのこれはねライブで来てる方々だけが楽しめるんですけどいやめちゃめちゃ多いっすよポッドキャストだとね、このそうそうどんな人来てるかなって伝わらないから、はい、見えないんでしょ、ね、ね、有名な牛さんもいらっしゃいますからね、はい、有名な牛さんもね、はい、だって月曜日なのに100名来ていただいてますからね、今日いや、本当ですよ、もういやありがとうございます、本当、ね、照れちゃうはい、そうですね、いかがでしょうか あ、ね、今週栗浜行くよって人いるかなあ日曜日うん聞いてみましょうか。これのアンケートタイムをいきたいと思います。皆さん右下に挙手ボタン、手を上げるボタンがあるんですけども、これでちょっとアンケートをよく一人取っておりまして、はいはいはい、今回このプレオープンイベントの、栗浜の、オープン日6月の、何でしたっけ5日5オープンは5 5か5だよね、当てるね5日の、オープンイベントに行く予定だよっていう人いらっしゃって4日のプレオープンイベントかなあ4日そう、4日のプレオープンイベントの方に行く予定だよって方いらっしゃったら挙手ボタンでお知らせくださいどうぞじゃんじゃんお来てるおはい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 おお来てるはい増えるかなここでこんな感じですかねまあねいいところじゃないうんうんうんはいまあ 5% ぐらい、はい、そうっすねありがとうございますありがとうございますあのふっとりこのアンケートもなかなかバカにならないもんで、うん、結構あの、ね、例えばアウェーどれだけ行きますかで行くと、うん、体感マジでそれぐらいいるみたいなのありますからだいたい 10% から 30% はアウェー行くからねそうリスナーの皆さんね、ねえその中に、まあ、今回は栗浜プレオープン 5% ぐらいの人は行かれる予定があると、はい、でもちょっと迷ってんすよね行こうかどうしようかちょっと迷ってるカレーだけでもいやそうで普通に栗浜に行きたい。いや今さあの栗浜のさ結構トリコロールペインティングがどんどん進んでるじゃないですか。はい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 。ちょうどあのリアルタイムで、ね。はい、そうですね。今そのまあ6月のその4日5日までにどこまで進むのかちょっと分かんないんですけど、全部一気にもう終わるのか、はいはいはい、まだ途中の過程が見られるのか分かんないけどね。見たやつだとあれですね駐輪場の方はもうエンブレム入ったって言ってましたよね。ああそうそうそうちょいちょいねそこを送ってくれる人がいるんですよね地元の方で、はい、1個タレコミいただいてるので読んでおきましょうケンタロウさんです、はい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 、7月23日のマンチェスターシティ戦ですねトリメントシーチケの会員の先行販売が6月2日の18時からですのでという、うん、で今回はまた座席選択できないタイプですのでご注意くださいピア特設サイトのみでの、はい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 、発券のみでの販売になりますので行かれる予定の方はシティ戦はね多分ね今回結構売れると思うんでマジでそうそう土日だから、はいはいはい、でこれ開けていただいてるのかな、はいはい、行けそうだったらお呼びいただいてぜひねシティ戦前回はすごく盛り上がったのでね、うん、セルティック戦と合わせて
はい、当落がそろそろじゃあ来るってことですよね。あ、第一弾選考の、あのそうね、 D ポイントの、はいはいはい、D ポイントクラブの人たち、うん、そうですね。いかがでしょうね。はい、今日ハッシュタグでつぶやいていただけてる方もめっちゃ多くて、いや本当にそうなんですよ、本当にありがたい、嬉しいねえ。ぜひぜひ引き続きごひいきいただいて。そう、ちょっとケンタロウさんもう一個言っちゃうけど、ゲーフラ作ってみませんかの回ね、今回ほんと子供めちゃくちゃ多かったよ。子供はさ、何どうやって来るの、なんか歩いてやってるってくるの、それともゲーフラから目指してくるの。なんかお父さん母さんとか学校連れてきてくれたりとかってパターンがやっぱ多いと思うんだけど、早いね手があ、なんか発想もね早いって言ってたね。そう、あ、なんかもうみんな小学生とか、まあ中学生1年生とかの子が来てたんだけど、そのいやもうほんと子供でもやっぱ相当くらいのデザイン性いくんだなみたいなやつを作ってくるから、ほんと大人びっくりしてたよ今回は。特に子供すごい、なんか4人ぐらいのそうグループで来てくれてた子がいたみたいで、ちょうどなんか作り終わったぐらいに私遭遇したんだけど、みんなでわーって言ってそれ持って盛り上がってる様がめちゃめちゃ良かったよ。だからみんな今回はすごくねお子様の作品が多くて良かったですね。もうなんか中二にしてあのマナ弟子みたいになってる子が一人いているの。そうやばい、時代のもう見た人がいるんだ。もうねこれはね次世代いけるんじゃないかっていう子がいたりとか、はい、うん、見てねすごい面白かったです。ぜひね次回ホームゲームの際はあの冷やかし歓迎なので、ぜひ様子見に行ってあげてくださいと思ってます。いや、なんか福岡戦本当に楽しかったね。面白かった、本当になんか楽しかったって感じの一日でしたよね。そう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 、みんな本当あの試合後西ゲート使ってあげて。あ、昨日とか。そうか、そう、あのトリコロールランドももちろんなんだけど、うん、だから西も開けてくれてると思うから、うんうんうん、みんなそれが広まるとやっぱ、あ、そう、あと今回なんかそのスタグル の, そのお店を目当てに、うん、まあ、試合は行ってないんだけどお店だけ来た人っていうツイートがねちょうど今見かけたの貼っていただいてる方もいらっしゃるんですけど、やっぱいろんなところでファンを掴んでるキッチンカーの方が来てくださってるから面白い、ね、うん、それがまたなかなかさ、マリノスちょっと今都合上当日券がねなかなか、うん、こうパッて売りづらい環境じゃないですか。なんかあれがもしちょっとでも改善されたら、その場でちょっと入ってみようかなっていう人もっといけるんじゃないかなっていうのはちょっと思いましたけどね。なんかそうっす、ランニング帰りの人とかその犬の散歩中の人とかもすごいたくさんいて、探る会に来てる人が、いやーやっぱあれっすね、あの大型スクリーン出すしかないっすね。また言ってる。いやもうちょっとあともう1万人ぐらい埋まってからかな。でもそれは大型スクリーン出すしかないですね、うん、ソニーさん、ソニーさん、もしくは後半からバカ安くなるとかね。そうね、ああのね、そうね、平日はやってるけどね。そう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 、1回でいいからやってみてほしいですね。まあね、ちょっとやってみてもいいかも、ね、すごい。でも大襟の日とか逆にやってもいいかもしれないね。あ、後半大人1000円子供500円みたいな。そう、うん、1回でいいからやってみてほしいですね。あの近隣住民の方だったらみたいなやつとかね、当日券1000円とかね、突発的にやるのもありかもね。はい、ということで月曜日会なので一応時間は過ぎてはおります。はい、はい、どうしましょうか、どうしましょうか、もうこんな感じじゃないですか今日は。本当名残惜しいけど、いや、あの感想などいただきたいです、振ってるからハッシュタグで。ここの余韻はね、ここの余韻は金曜会にとってみましょう。あ、なるほどなるほど。そう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 、ね、そうですね、はい、金曜日もやってますから、はい、それを受けてまた金曜日ね話したいんで、ぜひ今日の内容とか便乗して喋りたいことある人、みんなどんどんハッシュタグ使ってもらって、それでいきましょう、
はい、じゃあちょっと最後にいつもやってないけど、あの、うん、フットリコのハウスのご紹介申しだけさせていただこうかな。はい、はい、フットリコのコミュニティがございます。ハウスのメンバーになっていただくとフットリコについての通知が行くようになりますので、ぜひお願いします。はい、メンバーになるのはなるやり方は、今アプリの一番上の方に出ているフットリコという文字、あのとあと矢印というか、うん、矢印が出てるやつですね。はい、はい、押してもらうとここがフットリコのコミュニティのページで、ジョインフットリコというボタンが表示されている方はまだメンバーになれていないので、ボタンを押してメンバーになっていただけると大変嬉しいです。はい、あ、とか言ってる間にメンバーが、嘘、これ発表する。さっき598名でしたね。はい、はい、現在フットリコハウスメンバー数は604名です。え、めっちゃ増えたやん。すごい。すごっ。え、マジですか。ありがとうございます。ありがとうございます。いや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 、ありがとうございます。はい、という、この歓喜を、胸にしまって今回の放送終わろうとかと思いますね。はい、はい、本日フットリコは第188回目でした。大変遅くまでお聞きいただいてありがとうございました。はい、はい、感想タレコミなどハッシュタグフットリコでお待ちしております。はい、放送日翌日以降にはポッドキャストや YouTube でのアーカイブ配信も行っておりますので、ぜひお聞きいただければと思います。ぜひお友達にもご紹介ください。はい、はい、それでは皆さん、さようなら。おやすみなさい。また金曜日にお会いしましょう。これから家帰ります。